今回は総集編第30弾です。過去の長編シリーズ5作を一気にご覧ください。まずは18歳の女子大生に手を出した大学4年生男子の末路というお話です。それではご覧ください。あゆみちゃん、お疲れ様。新入生歓迎会に来てくれてありがとう。いいと思ったらうちのサークル入ってね。コウタさん、お疲れ様です。新歓すっごい楽しかったです。まだ迷ってるんですけど、このサークルに入ると思います。ほんと？あゆみちゃん可愛いからぜひこのサークル入ってほしい。そんな可愛いだなんてお世辞でも嬉しいです。お世辞じゃないよ、マジで可愛いと思ったから。本当ですか？コウタさんモテますよね。ん？爽やかだし、優しいし、褒め上手だし。そんなことないよ。彼女とかいますよね？ん？いないよ。え、そうなんですか？うん。作らない主義ですか？いや、単純にできない。絶対嘘ですね。いや、マジだって、あゆみちゃんみたいなこと付き合いたいよ。いろんな女性泣かせてそう。そんなことないって。そんなこと言われたら、コウタさんのこと気になりますよ。気になるだけ？え？好きにはならない。まだわからないです。じゃあ可能性あるってことだよね。そんな聞き方ずるいです。じゃあ直接聞いたらいい？直接って？明日の夜は何してる？大学終わったら何もないです。じゃあ二人でドライブしない？俺が車出すからさ。12時までには帰宅できますか？門限あるの？はい。わかった。じゃあそれまでね。はい。授業は何時に終わる？予言なので17時くらいです。オッケー。じゃあ車で大学まで迎えに行くね。コウタさんは授業ないんですか？4年生はほぼゼミだけだからね。そうなんですね。明日、楽しみです。うん、俺も。翌日。大地、おつー。コウタもおつー。今年も楽しかったな、新刊。可愛い子もいっぱいいたし、特にあゆみちゃんって子、あの子マジで可愛すぎだろ。あゆみ？さっき食ったわ。へへ？マジで？可愛かった。もはや春の恒例行事だな、コウタが毎年1年生に手出すの。俺も今年卒業だから最後だわ。だからマジで大当たりだったわ。確かにあゆみちゃんは可愛かったな。うん、普通にアイドルレベル。確かに、結構遊んでる感じの子？いや、少女だった。マジかよ、羨ましすぎるわ。ただ、付き合うことになった。お、珍しいな。そんなに惚れたのか？いや、そうじゃなくて、付き合わないと無理って言われた。ああ、なるほどな。少女だったら、その確率高いよね。そうそう。で、素直に付き合ったのか？うん、性欲には勝てなかった。わろた。で、どうするの？あ、すぐ別れるよ。クズすぎて草。当たり前だろ。だって本命いるもんな。うん。レイカとは会ってる？いや、向こうも就活の準備とかでなかなか会えないんだよ。だから新刊来てなかったのか。そうそう。まあおかげで物色できたけどな。バレないように頑張れよ。うん、レイカとは絶対結婚する。社長令嬢だもんな。ああ、就活失敗して無職になっても絶対なんとかしてくれるからな。マジで羨ましいわ。超がつく美人だもんな。ああ、でも今はあゆみだな。そんなに良かったのか？まあ、単純に若いからな。このロリ君が。すまん。翌日。コウタ、おはよう。昨日は嬉しかった。高校まで彼氏いなかったし、早く彼氏が欲しかったの。新刊でコウタを見た時に、あ、この人なってなったの。だから昨日はすごく嬉しかった。おはよう、あゆみ。うん、俺も付き合えて嬉しいよ。あと、昨日も少し言ったけど、俺と付き合ってることは内緒ね。うん。サークルのみんなにも内緒ね。ファンが多いってこと？簡単に言ったらそうだな。もし付き合ってるってバレたら、あゆみがいじめられるかもしれないから、それは嫌だよね。わかった。我慢する。ありがとう。ねえ、4年生ってあんまり大学来ないの？そうだな。単位自体はもう取り終えてるし、就活とかも始まるからな。そっか。寂しいのか？うん、毎日会いたい。毎日は無理だな。電話はできる？できる日とできない日がある。そうだよね。できる時はこっちからするね。私からの電話はダメ？出れない時があるからね。わかった。ごめんね。数日後。今忙しいのかな？ねえねえ、サークルに入ることにしたよ。
夏合宿とか楽しみ。あゆみ、ちょっといい？何？サークルの人に付き合ってること言った？え？今日1年生に聞かれたんだ。あゆみと付き合ってるんですかって。俺は喋ってないからあゆみだよな。ごめんなさい。仲いい友達には言っちゃった。なんで約束守れないの？話すつもりはなかったんだけど、彼氏とかの話になっているって言ったら問い詰められた。言わないでって言ったよな。ごめんなさい。それと電話の件だけどさ、こっちからするって話だよな。だって寂しいもん。コウタから全然電話ないし、私たちって付き合ってるよね。初日に過ごしてからまだ一回も会ってないよ。明日会える？うん。じゃあ車で迎えに行くね。うん。翌日。おいコウタ、お前とあゆみの噂広がりすぎだろ。やばいわ、さっき会ってきたけどずっと好き好き言われたわ。それで帰ろうとしたら号泣。え、なんで？寂しいらしい。やばすぎ。どうするの？レイクの耳にも入るんじゃね？今それが一番怖い。あゆみとは別れないのか？今別れたら大変なことになりそうだろうな。やばい女だったんだな。純粋すぎたかもしれない。数日後。コウタ、電話出て。ごめん、今電車。要件はわかるよね？はい。どうするの？今すぐあゆみと別れる？それとも私と別れる？いや、それは嫌だ。俺が好きなのはレイカだけだ。わかった。じゃあ今すぐ別れて。はい。マジで今回だけだからね。ごめんなさい。他の子には手出してないよね？出してない。本当？うん、本当。マジで今回が初めて。信じていいんだね。はい。じゃあ別れたら早く連絡ちょうだい。はい。10分後。あゆみ、今いい？電話で話したいことがある。いやだ、話したくない。なんで？別れ話でしょ？いやだよ、絶対別れない。彼女いたなんて聞いてないし、私のこと愛してるんだよね。ごめんな、あゆみ。全部俺が悪い。別れてくれないか？無理無理無理。私、初めてだったんだよ。付き合ってくれるって言うから、コウタに私の書状あげたんだよ。それは、本当にごめん。ごめんって何？ちゃんと責任取ってよ。責任って？私は結婚まで考えてたよ。え、結婚？それくらい本気だったの。私のこと選んでくれるよね？ごめん、それはできない。なんで？なんでレイカって人なの？その人に飽きたから私に乗り換えようとしたんでしょ？それとも私は遊びだったの？ごめんとしか言えない。レイカはお金持ちの娘らしいけど、それが関係してるの？ないとは言えない。私の方が魅力的？ごめん、それ以上は言えない。わかった。もうわかった。どうやっても私に振り向かないんだね。でも私は本当に好きだから、このままじゃ終われない。だから最後に一回会ってほしい。最後に一回だけ抱いてほしい。いいのか？それで諦めるから。マジで言ってる？今日行ける？うん、会いに行くよ。ありがとう。本当に本当に最後だよな。うん、もう悪あがきしない。本当に申し訳ない。翌日。レイカ、別れてきたよ。本当？うん。本当にもう裏切らない？はい、裏切りません。わかった。本当にごめんなさい。このことをご両親には？パパやママには言ってないよ。助かる。私も説明しづらいしね。ただ本当に今回が最後にしてね。もちろんだ。でもあんな子がタイプだった？いや、ほんの出来心だったんだ。向こうに誘惑されて。そうだろうと思った。だって全然私とタイプ違うもん。うん、レイカが一番だよ。嬉しい。3ヶ月後。レイカ、お疲れ様。三井住友銀行から内定出た。え、すごい、メガバンクじゃん。全部レイカのおかげだよ。私っていうより私のパパね。いやいや、レイカのおかげだよ。俺を見捨てないでいてくれた。本当に感謝してる。大好きだよレイカ。そう言われると照れる。ということで、やっと就活終わった。おめでとう。ありがとう。レイカが早く決まったからだいぶ待たせちゃったな。そんなことない。今パパにも報告して喜んでる。嬉しい。週末にお祝い会しようって言ってる。マジ？どうする、断っとく？いやいや、絶対参加するわ。わかった、伝えとく。
ありがとう。本当に本当におめでとう。30分後。コウタおめでとう。三井住友銀行とかエリートすぎ。ありがとう。レイカとレイカパパのおかげだわ。レイカパパ関係あるのか？金融業界にも顔が利く人だから、ほぼそのコネだけで突破した。マジかよ、勝ち組じゃん。いいなぁ、エリート銀行員って。まあ、入ってからも勝負だけどな。大将はどうなった？俺はまだ決まってない。そっか、頑張れよ。ありがとう。あっちの方は大丈夫？レイカは全然大丈夫。レイカパパも喜んでくれてるし、週末にまた媚び売ってくる。いや、そっちじゃなくて、あいみの方。なあ、あいみか。心配してたけど、3ヶ月間何もなし。マジか。ああ、もっと粘着質かと思ったけど、案外すぐ諦めてくれたわ。当分女遊びしてないけど、もうコリゴリだわ。今後はレイカだけで我慢するわ。そうしておけ。翌日。コウタ、久しぶり。インスタの投稿見たよ。三井住友とかすごすぎ。あいみ、久しぶり。ありがとう。しばらく連絡なかったけど、あの時は本当にごめんな。ううん、全然いいの。今から復習するから。え、せっかく内定もらったのに私との映像が流れたら多分取り消しになっちゃうよね。何を言ってるんだ。私と別れる前の最後のエッチ、あれカメラ回してたの。え、マジで。これをレイカが見たらどうなるかな。お願いだ、それだけはやめてくれ。私は恋人になりたかった。それだけが私の願いだった。そんな私の願いは聞かないのに、自分の願いだけ通ると思った？通るわけないよね。待ってくれ。私を敵に回したこと、後悔してね。おい、待てって。あいみ、待ってくれよ。大好きだったよ、コウタ。翌日。あいみ、頼む。俺との動画を晒すのはやめてくれ。そんなに内定取り消しが怖い？それともレイカが怖いの？どっちも。あゆみには本当に悪いことをした。大学入学して何も知らないあゆみを、俺は自分の性欲を発散するために無責任に抱いてしまった。本当はやりたいだけだったけど、付き合わないと無理だった。だから俺は彼女がいるのに付き合った。本当に今考えたら最悪なことをした。マジで反省してるんだ。あゆみと別れてから3ヶ月、俺は一度でも忘れてないし、ずっと後悔してきた。でも取り返しようがなくて、そんな中就活は死ぬほど頑張ったんだ。それでやっとの思いで内定もらった。それも三井住友銀行から。勝手なお願いで申し訳ないけど、動画の拡散はやめてほしい。それに損するのは俺だけじゃない、その動画に映ってるあいみもだな。拡散はやめてくれ、お互い損するだけだから。ずいぶん必死なんだね。そんな演説で気持ちが変わると思った？え、コウタの幸せは私の不幸せなの。一人だけ幸せになろうなんて、そんな虫のいい話がある？私と付き合うことを選ばなかったこと、マジで後悔させてやる。今付き合ったら晒すのやめる？は？今もし俺がアイミと付き合ったら晒すのやめてくれたりする？レイカとは？すぐには無理だけど、1年以内には別れるようにする。長い。じゃあ半年。本当に？うん。また嘘つく？いや、もう嘘はつかない。もともとアイミの方が顔は好きなんだ。レイカは綺麗だけどタイプじゃない。でも家が金持ちだし、就活の時に役立つと思って付き合ってた。でももう就活は終わった。入ってしまえばこっちのもんだし、向こうから別れを切り出すように俺の方で調整する。だから俺とやり直そう、あいみ。キモ。え、まだ好きだと思ってんの？ありえないから。私にはもう別の男がいるの。マジかよ。もう弁解もなさそうだね。じゃあ地獄は味わってね。さようなら。待てって、何でもするから。数時間後。コウタ、あんたマジで何なの？約束したよね、もう浮気しないって。してない。嘘つけよ、またあいみのこと誘ってんじゃん。え、もうマジで最悪。レイカ、本当にすまない。でもその動画は3ヶ月前なんだ。あいみと別れるために最後にエッチした時のやつなんだ。は？動画？何の話？さっきあいみから LINE 来たよ。数時間前のあんたとのやりとりが。レイカはタイプじゃない、就活のために利用した、就職した後に別れるつもりだ、だから俺と付き合ってくれあいみ。これ何？レイカ、違うんだよ、これはあいみを説得するための嘘なんだ。何が嘘で何が本当なの？もうわからないよ。
それに動画って何？あいみとの恋中の動画があるの？コータってそんな趣味あるんだ。マジで気持ち悪いね。違う、それは俺が撮ったんじゃない。あいみが撮ったやつなんだ。俺をはめようとしてるんだよ。どっちにしてももう無理。このことパパにも伝えるね。内定取り消しとかにならないよな。それはわからない。でもその可能性が高いかもね。もともとコータの実力だけじゃ厳しいし、パパは私を溺愛してるから内定取り消ししてって言った瞬間に行動に移すだろうね。待ってくれよレイカ、お願いだ。もう一回チャンスをくれないか。もう浮気しないと誓うから。てか前誓った時から浮気はしてない。レイカがタイプじゃないって発言もあいみを欺くためについた嘘だ。俺はずっとレイカが好きだよ。これからもずっと一緒にいたい。調子いいこと言わないでくれる？私の決意はもう固いの。さようならコータ。マジで一番のゴミ彼氏だった。頼む、救ってくれ。10分後。おいあいみ、お前まさか動画は嘘なのか？今さら気づいたの？遅いね。そんなの撮ってるわけないじゃん。いい加減にしろよ。俺は内定なくなるかもしれないんだぞ。俺の人生めちゃくちゃになるんだぞ。私はかき乱されたよコータに。は？私の大切な初めての体験、初めての彼氏、それをコータに踏みにじられたよ。自分が良ければそれでいいの？嘘つかれたことに腹立てたみたいだけど、コータもコータで嘘ついてたよね。彼女なんかいないって。でもレイカっていう彼女がいたよね。その嘘は許せるのかな？そんなわけないよね。だったら私の嘘も許せるよね。俺は人生がかかってたんだぞ。だからコータが苦しんでる姿見て不思議と今私は愉快だよ。お前マジでいい加減にしろよ。いい加減にしないとどうなるの？もしかしてまた何かするの？さすがにもう何もできないよね。今は内定取り消しだけだけど、暴力振るったりしたら退学処分になっちゃうもんね。頼む、もうやめてくれ。ん？私はもう何もしないよ。十分仕返しできたし、何かあるとするならコータだよね。でももう何もできなさそう。じゃあねコータ、私は彼氏とデート行ってくるね。さようなら。数日後。大地、聞いてくれ。すべて失ったわ。え？どうした？やっと内定決まったのに、あいみにレイカとの仲をかき乱されて、レイカに振られて信用を失って、レイカパパにもこっぴどく叱られて、さっき内定も取り消しになった。え？マジで人生終わったわ。もう頼れるのは大地だけだわ。なあ、今日とか飲みに行けるか？話とか聞いてほしい。ごめん、それはできない。そっか、今日は厳しいか。明日とか明後日は、就活とか忙しいかもだけど、30分でも1時間でもいいから、早く話聞いてほしいんだよ。日にちと時間の問題じゃない。直接話聞いたら笑っちゃう。だからこうだとは話できないわ。笑うって、どういうこと？滑稽なんだよ。お前の人生が転落してるところ見るの。え？俺のこと親友と思ってたんだろうけど、俺は1ミリもそんなこと思ったことないぞ。大地、どうしたんだよ？俺は友情関係どころか、お前に憎しみの感情しかなかったわ。憎しみ？俺が何したんだよ？俺はもともと、レイカが好きだったんだ。え？何回も告白した。でも答えはいつもノーだった。好きな人がいるからって。それがこうだって知ったのは、レイカとこうだが付き合い出してからだ。俺はずっと羨ましかった。レイカの彼氏であるお前が。だから諦めようとした。レイカが幸せならそれでいいと思った。でもお前は、レイカに隠れてずっと浮気。毎年のように新入生に手を出して自分のやりたいことだけやる。そんなお前を見てると腹が立つんだよ。レイカと付き合えてるくせにって。そうだったのか。話はまだ終わらないぞ。俺はレイカは諦めた。お前の女遊びが激しいのも、俺の人生に悪い影響はない。そう言い聞かせて過ごしてきた。そして俺はまた人を好きになった。それが今年の新入生の歩みだよ。え？俺は今度こそ彼女にしたかった。新入生歓迎会で一目惚れした俺は、歩みの LINE をゲットして、ちょっとずつ距離を詰めようとした。ただまたお前が邪魔したんだ。一度ならず二度までも。俺の邪魔をする。お前は一体何様なんだ？
顔が良ければ浮気していいのか、他人の好きな人を奪っていいのか、違うだろ。そうだったのか。本当に申し訳ないことをした。でもこれだけ信じてほしい。俺は何も知らなかった。レイカのこともアイミのことも大地がそんな風に思ってたなんて。周知か周知じゃないかは関係ない。俺の好きな人を二度も奪って、しかもそのレイカのパパを使ってメガバンクに就職した。一方俺は未だ内定ゼロ。その時頭の中で何かが切れた。なんでお前だけ優遇されてんだって。だから俺はお前を破滅に導いた。破滅に導いた。まずはアイミをそそのかして動画を撮っていたと嘘をつかせた。あれはお前の作戦なのか。アイミはコウタへ憎しみの感情があった。だから行動させるのは容易だった。次にレイカだ。レイカにも。アイミを含めた過去の悪行を全て晒した。マジかよ。お前が誰を抱いたかっていうクソみたいな日報は毎回来てたからな。お前、なんでそこまで。さっきも言っただろ。俺はお前が嫌いなんだ。ただ破滅すればいい。本当にそう思ってたし、今は何も後悔してない。去年までお前は天国だったよな。今年からは地獄へ行ってもらう。俺が今まで地獄だったんだ。それ考えたらへでもないだろ。そんな風に思ってたのか。今まで申し訳なかった。今更遅いわ。ちなみに相談に乗ってる間に意気投合しちゃってアイミと付き合ったよ。そっか。お前がメンヘラと罵ってた彼女は今は俺の最高の彼女だよな。今どんな気分だよ。何も言うことはない。ただただ反省してる。けっ、つまんねえの。まあいいわ。残りの大学生活はお前の失墜を楽しみにしてるわ。じゃあな、元親友。後日談。こんばんは、コウタです。この後就活には身が入りませんでした。恋人も親友も失った俺に就活を頑張る気力はありませんでした。残りの半年はただただ時間が過ぎてゆくだけでした。俺がレイカと別れた件や内定が取り消しになった件、それはすぐに大学に広まったようです。そんな中、卒業式を迎えましたが出席はしませんでした。というよりできませんでした。卒業後は学生時代バイトをしていたところで働き続けました。店長に社員の誘いを受けましたが、まだ踏ん切りがついてないです。皆さんはこんな僕をどう思いますか。少しは哀れんでくれますか。誰かは愛してくれますか。続いてはホストに貢ぐために風俗嬢になった女の末路というお話です。依存は時に人を混乱させます。それではご覧ください。あやみ、別れてほしい。え？もういろいろ限界だよ。意味不明だよ。何が？理由は何？私はシュンタのこと好きだよ。なんで理解してくれてないの？重すぎ。え？お前重すぎなんだよ。俺のこと好きなのはわかる。でも限度ってもんがあるだろ。限度？まず俺の行動を監視しすぎ。好きなんだからいいでしょ。よくないよ。24時間常に監視されてる感じでずっとストレスがたまるんだよ。だからもう疲れた。あやみのせいで最近仕事でミス出まくりだし、こんな生活嫌なんだ。頼むから別れてくれ。やだ。すまん、もう無理。ブロックするわ。待って。1週間後。リコ、もう無理かも。どうしたの、あやみ。まだシュンタから返事ない？ない。LINE ブロックされて、他の SNS もブロックされて、シュンタの会社に行ったら追い返されて、家の前で待ってたから警察の人が来て、補導されて、次シュンタに会いに行ったら私逮捕されるんだって。マジで？うん。最悪の形で裏切られた。マジで恨む。あやみ、会社でも上司に怒られるし、マジで生きてる意味ないよ。謝っちゃダメだよ。そんなことしないよ。そんな勇気もない。よかった。あ、そうだ、ホスト行かない？ホスト？そう、私たまに行くんだけどすっごく楽しいよ。ほんと？なんかいかがわしいイメージ。そんなことないよ。みんなイケメンで話は面白いし、今日は私がお題出してあげるからね、行こう。ねえ、でもな。シュンタなんか忘れるためにさ。
男で傷ついた心は男で癒そう。うん、それもそうだね。よし、決まり。じゃあ今日会社終わったら行こう。うん。じゃあ終わったら連絡するね。6時間後。あやみ、今日はありがとう。初めてのホストはどうだった？楽しんでくれたかな？タイガ、ありがとう。すっごく楽しかった。今日はリコに連れてってもらったけど、今度は一人で行きたいな。え、本当に？それすごく嬉しい。うん、また行けるときに連絡するね。うん、待ってる。10分後。リコ、今日はありがとう。すっごくリフレッシュになった。よかった。てかタイガやばい、イケメンすぎない？絶対言うと思ってた。あやみの好きな顔でしょ。もうマジでやばい、あんなイケメンいるのってレベル。ドハマりじゃん。さっきまで LINE してたんだけど、それですら手震えてた。メタボレじゃん。うん、今度一人で行こうかな。え、そんなにハマった？うん、だって寂しいしさ。そうだね、私も予定合えば行くね。ありがとう。じゃあおやすみ。明日もファイト。うん、ファイト。一週間後。タイガー、明日って出勤してる？してるよ、来てくれるの？うん、そろそろ会いたいなって思って。マジで、俺もそう思ってた。本当？うん、今あやみから来たけど、ちょうど俺も LINE しようと思ってた。超嬉しい。俺も嬉しいよ、あやみ。明日は何時から来れる？会社が定時に終わるから19時くらいから行ける。オッケー。明日は土曜日だから会社休み？うん。じゃあ、いっぱい飲めるな。でもたくさん飲んだら酔っちゃう。私、あんまりお酒強くないから。寝てたら俺が解放してやるよ。じゃあ酔いつぶれよう。いたずらするかもだよ。してして。タイガにされるなら何でもいい。あやみって、もしかして M？ わかんない。今日確かめようかな。やだ。え？嫌なの？うん、嫌じゃない。じゃあお店で待ってるね。うん。6時間後。ねえリコ。どうした？あやみ、タイガのこと本気で好きになったかも。マジ？うん、どうやったら付き合えるかな。向こうはどんな感じなの？普通に脈ありだと思う。下ネタの LINE とか来るし。でもホストの誘い方がわかんない。普通に告白したらいいのかな？どうだろう。私の友達で一人ホストと付き合ってたよ。え？マジ？どうやって？その人はお金使ってた。お金か。そう、やっぱホストって商売だから、そこは一番大事だと思う。誠意を見せることが大事。そっか。あやみは普通の会社員だから、できる範囲は限られるけど、あやみなりに貢いでみたら？やっぱそれしかない？お金として見られないかな。それが心配なんだよね。まずは信頼を築くのが大切だと思う。ホスト通の私が言うんだよ。間違いなくない？なるほど。ありがとう、リコ。参考にしてみる。本当に頼りになる。困ったことがあったら何でも聞いてね。リコは本当に親友。翌日。タイガ、昨日はありがとう。ありがとう、あやみ。ねえ、私決めた。何を？私はタイガの一番の客になりたい。え？私、本当にタイガが好きになったの。すぐにでも彼女になりたいけど、それは難しいよね。だから頑張って一番になるね。お店にも行く回数増やす。嬉しい。今一番来てる人って、一週間にどれくらいお金使うの？それは秘密だから言えない。そっか。でも、あやみには秘密言っちゃうね。一番多い人で毎月50万使う人もいるよ。50万？うん。私の給料全部使っても無理だ。あくまで一番使ってる人だよ。あやみのその気持ちは嬉しいし、何よりその人よりあやみの方が可愛い。本当？うん。これ俺とあやみだけの秘密な。使ってくれたら嬉しいけど、俺はあやみに会えるだけで嬉しいから、お店に来れる時だけ来てほしい。無理してくることないから。本当は毎日行きたい。でも無理だから、せめて毎週は行く。マジ？毎週あやみと会えるのか？マジでテンション上がってきた。嬉しい。好き。大好き。じゃあ次いつ来る？金曜日の夜。ありがとう。予約入れとくね。うん。1ヶ月後。今週もタイガに会えた。もうあの時間が最高。これでまた1週間頑張れる。
あやみ、ありがとう。今日あやみが綺麗すぎてやばかった。嬉しい。前髪ありも可愛いと思う。そんなこと気づいてくれるの？当たり前だろ。前の彼氏は全然気づいてくれなくて。そんなの別れて正解だよ。あやみにはもう俺がいるだろ。うん。次はまた来週？うん。でももっと行きたいな。俺ももっと会いたい。そんなこと言われたらさ。ちなみに明日は土曜だけど、一応俺出勤してるよ。どうしよう。あやみに任せるけど、俺のわがままが通るならあやみには来てほしいな。じゃあ行く。マジ？うん、行く。ありがとう。明日も会えるなんて幸せ。それは俺も。1ヶ月後。タイガー、今日も好きすぎた。それにお寿司美味しかった。また明日もアフターしたい。あやみ、今日もありがとう。もうあやみ困るよ。え？私何か悪いことした？可愛すぎて困る。うるさ。黙らないぞ。好き。てか今日のお寿司うまかったわ。アフターありがとな。それと明日は別のお客が入っててアフターできないんだ。ごめん。そうなんだ。ほんとごめん。本当はあやみと一緒にいたいけど、俺たちの仕事って信用命だから、先の予約断ることできなくて。うん、全然大丈夫。そう言ってもらえるだけで嬉しい。ちなみに来月は誕生日月だから、応援してくれたら嬉しい。行く行く、絶対行く。本当か？うん。タンプレは何がいい？あやみからなら何でも嬉しいから、本当に無理しなくていいよ。それより一回でも多く来てほしいから。そしたら会える回数も増えるし、お互いウィンウィンじゃね。ああ、もうそれ最高。てか好き。知ってる。うざい。でも絶対行くね。うん、待ってるよあやみ。翌日。ねえリコ、ちょっとお願いがあるの。どうしたあやみ、お金貸してくれない？え？最近ちょっと派手に使っててさ、来月末までには絶対返すから。ちなみにいくら？逆にいくらまで貸してくれる？何に使うの？タイガが来月誕生月なの。バースデーイベントもするみたいで、それに行くにはお金かかるから。ってことはホスト代ってこと？うん、そんな感じ。それは貸せないわ。え？親友だよね。親友だからこそだよ。お金でトラブルになりたくない。あやみとは一生友達でいたいもん。そっか、ごめんリコ。でも力にはなりたいと思う。仕事紹介しようか。え、仕事？副業みたいな感じだよ。そこは給料も手当たしたから、会社にも絶対バレないし、融通も利くからおすすめだよ。え、何その魅力的な仕事、教えてほしい。男の人とお酒飲む仕事。え、そういうのできるタイプ？ちょっと待って、それってキャバ嬢ってこと？惜しい、ラウンジガール。どう違うの？おさわりとかないキャバ嬢かな。私も詳しくは知らないんだけど、お金に困ってるんだったら全然紹介してるよ。どんなのかな。てかなんでリコは紹介できるの？友達がたまたま働いててね。なるほど。どうしてもお金欲しいんだよね。うん。面接だけでも行ってみたら？変に消費者金融で金借りるより、よっぽど賢いやり方だと思うよ。確かにそれはそうだね。じゃあ LINE でつなぐね。うん、お願い。はーい。リコ、本当ありがとう。私絶対タイガと付き合ってみせる。うん、頑張って。数日後。タイガ。どうした、あやみ。来月はいっぱい会いに行けるかも。え、そうなの？すっげー嬉しい。うん、私もタンプレ迎えちゃうかも。マジ？すげー嬉しい。ねえタイガ、私はタイガのこと好きだけど、タイガは私のことどう思ってる？好きだよ、あやみ。嬉しい。私タイガのためなら何でも頑張るね。お、ありがとう。来月は店のナンバーワンにしてあげる、この私が。数日後。タイガ、今日も楽しかった。お酒がとっても美味しかった。あやみ、ありがとう。やっぱあやみが一番だわ。どういう意味？うん、可愛いし可愛いし可愛いし。全部同じ。俺のお客様が全員あやみだったら仕事がもっと楽しくなるんだけどな。あと5人あやみが欲しい。それを褒められてるの？褒めてるよ、最上級に。嬉しい。最近使ってくれるお金増えたけど、その辺大丈夫なの？無理してない？その辺は安心して。私会社員以外の副業始めたの。え、そうなの？だからお金のことは心配しないで。
それより誕生日何欲しい？何でも買ってあげるよ。いいのか？うん、だってタイガの誕生日だよ。私が祝わなくてどうするの？あやみ好き、大好き。知ってる、何回も聞いた。じゃあ、もう聞きたくない？一生言ってほしい。じゃあ、一生叫び続ける。で、何欲しい？ちょっと考えていい？あやみから買ってもらえるなら、本当に欲しいものがいい。うん、じっくり考えて。ありがとう。次はいつ会えるんだっけ？明日も会いに行きます。やば、2日連続？うん、最高だな、あやみ。うん、大好きだよ、タイガー。翌日、リコありがとう。本当にリコには感謝だよ。どうしたの、あやみ？もしかして進展あった？かなり距離近づいた気がする。リコが仕事紹介してくれたからだよ。あ、そっちの方はどう？じゃあ超満足。男性とお酒飲むだけだし、何よりチヤホヤされるし、お金もいっぱい入ってくるし、タイガにはたくさん会えるして最高。それはよかった。本業の仕事辞めたいレベル。辞めちゃえば？でもいつまでもできる仕事じゃないし。確かにそれはあるね。でもそこで働いてた方が儲かるよね。それは間違いない。会社で働いてるのバカらしくない？なる、ひたすらなる。だよね。逆になんでリコは夜の仕事しないの？私そこまでお酒強くないし、彼氏にバレたら別れられる。え、待って、彼氏いるの？うん、いる。ね、いつから？結構前から。言ってよ。言おうと思ったんだけど、あやみが彼氏とうまくいってなかったし、失恋したから言い出せなくて。私に気遣ってくれてたのか。なんかごめん。いや、私の方こそごめんね。で、誰なの？また今度紹介する。楽しみ。私も彼氏紹介するときはタイガを紹介できるように頑張る。うん、頑張って。ありがとう。1週間後。あやみ、今日もありがとう。すき焼き美味しかったな。またアフターお願いな。タイガもう好き、大好き。でも急に腰に手回すのやめてよ。嫌だった？嫌なわけないじゃん。キュンってしちゃった。他の子にもあんなことするの？するわけないじゃん。あやみにしかできない。というかしない。ねえ、タイガ。私ね、本気でタイガが好きなの。何してる時でも考えちゃうの。今のままの関係でもいいけど、私は彼女になりたいんだけど、ダメかな？もうちょっと待ってくれる？俺今月は生誕祭だし、今年仕事でグイグイ来てるから、ここで終わりたくないんだ。自分の限界点がどこにあるのか、それを見極めてからでもいい？そうだよね。そのためにはあやみの力が必要なんだ。頼めるか？タイガのためなら何でもするよ。嬉しい。ああ、それとタンプレ決まった。教えて。腕時計が欲しい。どんなの？デザインはあやみに任せるけど、つけてて恥ずかしくないやつがいい。わかった。本当に好きだな、あやみ。私も好き。翌日。ねえリコ、相談がある。どうした？もっと稼げる仕事知らない？どうしたの？タイガの誕生日に時計を買ったんだけど、それが200万以上してさ。やっぱそういう反応になるよね。もう買ったの？うん、買っちゃった。一括？うん、貯金全部使った。なるほど。でも今月お金使いすぎてて、クレカの請求が30万以上と、お店に50万以上の未収があって。つけでお酒飲んでたんだね。そうそう。今の仕事だけが厳しくてさ、もうちょっと割のいいところ知らない？あるにはある。本当？お願い紹介して。じゃないと今月厳しい。このままじゃタイガに会えない。風俗には抵抗ある？え、風俗？うん、本番行為はないし、前と一緒で現金手渡したから会社の方にもバレない。一件だけ紹介できるところはあるけど、どうかな？知らない人とはできない。そうだよね。ごめん。いや、全然私はいいんだよ。ただピンチなんでしょ？うん、ちょっと考えさせて。うん。2週間後。あゆみ、今日もありがとう。最高の生誕祭になったわ。それと時計ありがとう。マジでかっこいいわ。ロレックスとかセンス最強。マジで一生大事にする。喜んでくれて嬉しい。そして今日のシャンパンタワーよ。俺人生で初めてだったからマジで嬉しいわ。俺のシャンパンタワー童貞奪ったのはあやみだからな。忘れんなよ。絶対忘れない。タイガー、私ね。
これからも俺は頑張るから、変わらず応援よろしくな。あやみには一生応援しててほしい。うん、当たり前だよ。大好きだよ、タイガー。翌日。ねえ、リコ、風俗紹介してほしい。え、ほんと？うん、今日生誕祭だったの。私も酔っ払っててさ、知らない間にタワー頼んでた。なるほど。今より確実に稼げるよね。それは絶対そう。わかった。とりあえず店長に LINE してみる。ありがとう。私絶対幸せになるから。うん、応援してるよ。ずっとね。数日後。お疲れ、あやみ。どうだった？風俗場の初出勤は。メンタル大丈夫？ずっと無だった。え？お金を稼ぐって大変だね。初の相手はパパと同じ年齢の人だった。複雑だね、ほんと。ずっと目つむってた。自分はタイガとエッチしてるんだ、そう自分に言い聞かせてた。あやみ。でも出勤終わってお金もらった時に全てが報われる気がした。これでタイガと付き合えるんだ。そう思うと明日からも頑張れる。そうだよね。シャンパンタワーもロレックスも安くないもんね。うん。あれ？なんで知ってるの？ん？シャンパンタワーのこと？だってあやみが言ってたじゃん。違う、そっちじゃない。ロレックスの方。え？私、200万の時計としか言ってないよね。あれなんでだろう。タイガのインスタ見たのかな？まだ上げてないよ。私全部チェックしてるから知ってるけど、まだ私の時計は上げてないの。私の中で高級時計イコールロレックスだから、勝手に思い込んだのかな。そんなはずない。なんで知ってるの？ねえ、タイガと連絡でも取ってるの？ちゃんと答えて。バカはバカでも、勘のいいバカなのね。え？知ってた当たり前でしょ？私とタイガは同棲してるんだから。は？相当貢いでくれたね。あんたが貢いでくれたお金で、私も毎日美味しいご飯食べてるわ。今日は昼にエステも行ったし、この場を借りて礼を言うね。どうもありがとう。どうせ？タイガと？そんなの嘘よ。嘘じゃないよ。だってタイガは私が好きだって。ホストの言葉を信じるの？どこまでバカなの？なんで？なんでこんなことを？親友だよね。私たち親友なんだよね。先に裏切ったのはお前だろ。え？覚えてる？大学生の時私の元彼のユーマのこと。ユーマくんがどうしたの？あんたユーマのこと寝とったよね。え？気づいてないとでも思ったの？何回も何回もユーマの家に来て、その度にやりまくってたらしいね。知ってたの？それが原因でユーマと別れたの。私、あの時に誓ったの。この女を地獄に落とすってね。そんな、なんでその時言わなかったの？見たかったからだよ。あんたが風俗落ちする瞬間を。そこまで想定してたの？まさかこんなにうまくいくとはね。失恋したあんたをホストに誘ったのも、タイガに特別優しくさせたのも、風俗嬢になる状況を用意したのも、全部私の作戦だから。え？さっきのあんたの風俗初出勤レポ、ゲラゲラ笑いながら聞いてた。ざまあ見ろだよ。ひどい。ひどいのはお前だよ。他人の彼氏に手出したくせに、幸せになれると思うな。違うって、あれはユーマくんが無理やり。でもやったんだよね。それも何回も。その時点でお前にも罪はあるから。言い訳すんな、風俗嬢が。やめてよ、そんな言い方。間違ってないよね。てかもういいかな。ネタバラシもしたことだし、もうあんたに用はないわ。これからもタイガに貢いでね。貢ぐわけないでしょ。やめてやる。抜けられると思ってんの？無理だから。あんたみたいなメンヘラ無理だから。じゃあね、バイバイ。時計は質屋にでも売るわ。10分後。タイガ電話に出て。リコと同棲なんて嘘だよね。ああ、バレたらしいな。バレたって何？同棲は本当なの？うん、本当だよ。私のこと騙してたの？騙すとは？好きって言ってくれてたじゃん。俺ホストだよ。え？ホストは夢を見させる仕事なんだよ。俺はそれを全うしたまでだよ。そんな、付き合うって話は？本気にしてたのかよ。だいぶやばい客じゃん。こんな裏切りありえるの？私風俗嬢になったんだよ。貢ぐためにエッチしてるんだよ。だから何？俺が頼んだことあるか？風俗嬢になってくれって言ったか？言ってないだろ。
俺そういう女嫌いなんだよ。お前が勝手にハマった沼だろ。俺やリコのせいにするなよ。そんな。それにリコに聞いたぞ。もともとはお前が略奪したんだろ。ただやり返されただけの話。許さない、絶対許さない。訴訟でもするのか。どうせ勝てないからやめとけ。最低、あんたたち最低。今までありがとうございました。2週分の金はちゃんと払えよ。じゃないと怖い人が行くから。ではでは。1ヶ月後。あやみ、久々。今日の夜何してる？え、しゅんと？あんな別れ方しといてなんだけど、あやみに謝りたいと思ってて。俺のこと愛してくれてたもんな。それなのに俺きつく当たって、仕事がうまくいってないのをあやみのせいにしてた。もしかしてもう彼氏とかいる？もしいなかったらやり直さない？ごめんしゅんた。そっか、やっぱ彼氏いるか。いや、そうじゃない。私もうしゅんたの彼女にふさわしくない。え、どうした？もうしゅんたの知ってる私じゃないの。ひどいことした過去の制裁が今来たの。ごめんねしゅんた。何言ってんだ。どんなになってもあやみはあやみだ。何があったか知らないけど、俺はあやみのことが好きだ。今日会いたい。お願いします。いいの私って。うん、だから連絡した。ありがとうしゅんた。じゃあ今日迎えに行くよ。ありがとう、本当にごめんなさい。後日談。こんばんは、あやみです。この後元彼のしゅんたに全てを話しました。しゅんたは私のために怒ってくれました。そして風俗落ちした私を必死に支えてくれて、今復縁してます。借金を返済した今も金銭感覚が狂った私を叱ってくれました。本当に私のことを思ってくれてるいい彼氏です。あれからタイガとリコとは連絡を取っていません。噂によると喧嘩して別れたとかなんとか。二人とも滅びてほしい。それが当初の私の願いでしたが、シュンタと付き合い出して意見が変わりました。復讐は何も生まない。私はこの人と明るい未来を築いていこう、そう深く思いました。続いては17歳の現役女子高生に手を出してしまった21歳塾講師の末路というお話です。別れた途端リミッターが外れます。それではご覧ください。大地、お疲れ様。今日も大変だったね。リンコもお疲れ。個別指導の塾の先生って本当にしんどいよな。わかる。でも教えてる生徒たちがテストでいい点取った時とか、すごく嬉しい気持ちになるよね。それすげえわかるわ。でもマジで今日は疲れた。特に今日は新しい生徒だったから余計に気を使ったわ。そうだったね。高2の川崎さんだっけ。さすが、名前押さえてる。当たり前でしょ。でもちょっと心配だな。心配？何が？だってあの子超可愛いじゃん。大地、ああいう清楚系好きでしょ。いや確かに可愛いとは思うけど、生徒には手出さないよ。しかも相手は JK だよ。手出したら犯罪者になる。誘惑されても絶対なびかない。ありえない。てか誘惑なんかされないだろう。向こうは俺のこと先生としか思ってない。いやなんか嫌な予感したよ。予感？あの子多分大地のこと好きだよ。え、まだ一回授業しただけだぞ。なんかそんな雰囲気がした。マジかよ。本当に気をつけてね。浮気したらダメだよ。分かってるって。じゃあまた明日大学で。うん、その後デートね。おう、楽しみだ。1週間後。ねねちゃん、お疲れ様。 LINE でしか話せないことって何かな。結構思い詰めてたみたいだけど。ごめんなさい、実は悩みなんてないんです。え、ただ先生と LINE がしたくて、それで交換しちゃいました。マジか。本当にごめんなさい、迷惑でしたよね。本当にごめんなさい。いや、そんなに謝らなくていいよ。そうなんですか。うん、でも生徒と LINE 交換って基本的には禁止だから、学校とか周りの生徒には言わないでね。それは大丈夫です、絶対秘密にします。ありがとう。あの、このまま LINE 停止しても大丈夫な感じですか。構わないよ。やったー、邪魔にならないようにしますね。うん、ありがとう。1週間後。先生って家庭教師しないんですか。どうしたの急に。塾の個別指導もいいけど、家庭教師やってくれるならそっちで教えてほしいなって。ごめん、それはやってない。そうなんですね。俺は家庭教師自体やってないし、それやっちゃうと引き抜きとかになるから、塾に対して違反金とか支払わなきゃダメそう。
そうなんですね。そんなに家庭教師してほしいの？塾で何か嫌なことあった？嫌なことっていうより、塾だと他の人に話聞かれるので、そこまでお話できないなって。したい話とかあるの？はい。どんな話？恋愛の話。ねえ、そうなの？はい。ねねちゃんはおませさんだね。今時はみんなそうですよ。それにこんな話するのは先生だけです。やめてくれ。迷惑ですか？いや別に迷惑じゃないけど、俺は一応教える立場の人間だから。立場は関係ないです。あるんだよ。また来週の授業が楽しみです。おやすみなさい先生。1時間後。ねえねねちゃんと何かあった？え、何が？やけに距離近くない？そうかな。うん、あの子狙ってる。担当変えてもらうように言おうか。いや大丈夫だよ、俺を信じてくれよ。なんで変えたくないの？大地にもそういう気持ちあるの？ないよ、コマ数取らないと稼ぎにならないから変えたくないだけだよ。本当にそれだけ？当たり前だよ。信じてるからね。うん。数日後。先生、今日実は男子に告白されたの。え、マジで？うん、結構人気の子だったけど断っちゃった。え、なんで？他に好きな人がいるからって。なるほど。誰だかわかる？ああ、わかんないよ。その人に結構アピールしてるんだけど、全然振り向いてくれないの。そうなのか。ねえ、先生。先生だよ。私の好きな人。私のことは嫌い？いや、嫌いではないよ。じゃあ好き？俺さ、彼女がいるんだ。知ってる。あれ、言ってたっけ？なんとなくいそうな気がしました。そっか。でもそういうことだから。遊びでもいい。え？先生にとって遊びでもいいです。私のこと抱いてほしいんです。お願いします。さすがにそれはまずいよ。なんでですか？そういうのは好きな人でしないと。私は本気で好きですよ。私彼女になりたいとか言いません。都合のいい女でいいです。塾にバレたら大変なことになる。言わなきゃバレません。そういう問題じゃない。じゃあ聞き方を変えます。もし今彼女がいなかったら、私のこと抱いてくれてましたか？え？私焦ってるんです。周りのみんなはどんどん経験者で、友達でも私だけなんです。エッチの経験がないのは。え、少女なの？はい。でも誰でもいいわけじゃないです。年上の経験者の方で、私が好きな人がいいんです。先生がいいんです。嫌なら一回きりでいいです。だからお願いします。早まったらダメだよ。初めては大切にしないと。たくさん考えました。今日の告白も悩みました。でもやっぱり嫌でした。もし付き合ったら自分の初めてがその人になると思うと嫌でした。先生じゃないと嫌なんです。一生に一回の経験なんです。お願いします。本当に俺でいいの？はい、先生がいいです。場所はどうするつもりなの？俺まだ実家に住んでるから無理だよ。私の両親、水曜日は夜遅くに帰ってきます。共働き？はい、なので水曜なら行けます。明日か。はい。最後に確認なんだけど、本当に誰にも言わない？はい、言いません。わかった。じゃあ明日家に行くよ。え、本当ですか？うん。嬉しすぎます。ありがとうございます。こんなこと生徒に言ったらダメだけど、ずっと可愛いと思ってた。嬉しい。授業中とかも足当ててくるから、本当に我慢するのがしんどかった。あれわざとだよね？はい、わざとです。アピールしちゃってました。ずるいな。作戦成功です。てか本当に初めてなの？はい。本当に俺でいいの？先生だからいいんです。絶対優しくする。ありがとうございます。じゃあまた明日連絡する。はい、待ってます。10分後。リンコ、ごめん、明日無理になった。え、どうした？ちょっと体調悪くてさ、明日大学も休むわ。え、大丈夫？お見舞い行こうか？いや大丈夫、映ると大変だし。そっか、バイトはどうするの？明日と明後日が休みだからちょうどいい。最近働きすぎたから、それのぶり返しが来たのかも。そっか。だから明日ごめんな。ううん、それは全然いいの。体調第一優先にして。オッケー、ありがとう。また体調良くなったら LINE する。
うん、待ってる。お大事に。翌日。先生、学校終わりました。何時くらいに来られますか？ねえねえ、お疲れ様。呼び捨てで呼ばれちゃった。大学サボったからいつでも行ける。ね、サボったんですか？うん、なんか集中できなくて。かわいい。じゃあ、今から家出るから30分後とかに着くと思う。はーい、待ってます。数時間後。ねえねえ、ありがとう。先生、ありがとう。痛くなかった？ちょっと痛むけど、でも嬉しかったよ。よかった。先生はどうだった？うん、相当よかった。やっぱねね可愛いわ。彼女さんとどっちが可愛い？あー、ねねだな。まーい。あの、ねねが嫌じゃなかったら毎週水曜日家にいて。え、嬉しい。やった、俺家庭教師になるわ。保健体育の。嬉しいです。ほぼ実技の。座学いらないです。とりあえずねね、ありがとう。うん、ありがとう先生。生まれてから最高の一日になりました。一週間後。ねえ大地、今日の夜どうする？何かご飯食べに行こうよ。ごめんリンゴ、今日は無理なんだ。え、なんで？水曜日だしバイトもないから行けるはずだよね。ごめん、友達に誘われてて。明日なら行ける。明日は私バイトだよ。そっか、明後日は？金曜なら行けるけど。じゃあ金曜で。誰と遊ぶの？え？今日は誰と遊ぶの？拓也に呼ばれたけど、そいつが来るかすら怪しい。何それ？俺もあんま分かってない。うーん、信用していいんだよね。ん？何のこと？別に、何でもない。今日はごめんな。じゃあ金曜日で。うん。翌日。ねね、昨日もありがとう。2回もおっしゃってなんかごめんな。私は嬉しかったよ大地。あ、名前呼ぶの慣れた？頑張ってみる。でも塾で大地って呼んじゃいそう。それはまずい。タメ口にならないようにもする。あと明日の金曜日は何してる？どうして？その日両親が帰ってこない日だから、お泊まりしてくれないかなって。あー、明日は無理だ。何か予定あるの？彼女との約束がある。そっか、ごめんな。やっぱそっち優先だよね。分かってはいたけど、辛いな。ごめんな、先に約束しちゃったしな。私も彼女になりたいな。え？嘘、冗談だよ冗談。最初に約束したもんね。私は都合のいい女だって。うん。じゃあ明日は彼女と楽しんで、また来週の水曜日待ってるね。うん。一週間後。おはよう大地、今夜行きたい店があるの。学生証を見せるだけでお肉半額だって。やばくない？ごめんリンコ、今日無理だわ。え、また？先週の水曜日も無理だったよね。そうだっけ？そうだよ。だから翌週は開けてって言ったよね。なんで約束守ってくれないの？そんな約束してたっけ？本当にごめん。何の予定があるの？え？そんなに外せない用事なの？友達が失恋したらしくて、それでかなり落ち込んでて。誰？言えない。なんで？そいつがかわいそうだし、高校の時の友達だから名前言ってもわからないよ。それ何時に終わるの？わからない。あ、そう。来週の水曜日はわかるよね。うん、1年記念だよな。そこは絶対何も入れないでね。もちろん。お願いね。おう。翌日。大地、昨日はありがとう。もう大地なしじゃ生きていけない。ねえねえ、ありがとう。今日も可愛すぎた。やっぱ高校生ってすごいわ。それ毎回言ってくれる。だってマジだもん。友達にも色気出てきたって言われた。マジ？うん、マジ。それもこれも大地のおかげだよ。大地が私を女にしてくれたからだよ。あの塾行って本当によかった。大地に出会わなかったら、私は今頃まだ処女か告白してきた男で経験してたか。そうなってるかもな。うん、だから本当に感謝してる。本当に大好きだよ大地。ありがとう。大地も17歳の JK と開けてお得だね。間違いない。しかもネネは激カワだからな。もう好き好き。翌日。お店予約した。お、ありがとう。あの、行ってたお店？
予約取れたのか？意外といけた。感謝して。する。さすがリンコ。超超楽しみ。怒涛の錬金も耐えてみせる。だな、お互い頑張ろう。1時間後。大地。なんだ、ねね。来週の水曜日も楽しみ。ごめん、来週は無理なんだ。ん？彼女との記念日なんだ。だからねねの家に行けない。何時に終わるの？多分彼女の家に泊まるからねねの家には行けないわ。やだ、行かないで。ごめん、それは無理だ。というか彼女にも怪しまれてるし、会う回数とか減っちゃうかも。やだそんなの。本当は毎日だって会いたいのに、それでも週に1回で我慢してるんだよ。それすらなくなるかもってこと？ごめんな。やだ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 。彼女がいるってこと、ただでさえ嫉妬で狂いそうなのに、なんでまだ我慢しないといけないの？ねね、最初の約束覚えてる？最初の約束？1、彼女になりたいと言わない。2、一回きりでもいい。それに約束したよな。これは理解してほしい。何その言い方。私だってそのつもりだったよ。でも好きになっちゃったんだもん。好きな人の彼女になりたいと思うことはそんなに悪いことなの？友達は大地が悪いって言ってたよ。友達に言ったのか？うん、親友には相談した。いや、それも公約違反じゃん。誰にも言わないって言っただろ。相談しないと狂ってた。大地がもっと私に優しくしてたら、友達には相談もしてない。めちゃくちゃだよ。もういいわ、一旦距離置こう。やだ、来週は来てほしい。だから無理だって。無理、絶対嫌。私が彼女になりたい、絶対なってやるから。数日後。ねえ、私に話すことあるよね。ん、どうした凛子？謝らなければならないことあるよね。だから何のこと？自分から言わないの？思い当たる節がない。凛子はなんで怒ってるんだ？なんか勘違いしてるはず。じゃあヒントあげるね。今日の塾での出来事だよ。もしかしてねねちゃんのことか？言っとくけど何もないぞ。確かに距離は近いし慣れ慣れしい感じだけど、今時の高校生ってあんな感じだぞ。凛子は嫉妬深いから敏感だけど、マジで何もないぞ。普通下の名前で呼ぶ？え？どれだけ親しい中でも生徒に下の名前で呼ばれることある？ないだろう、そんなこと。ちゃんと聞こえてたよ。大地って呼ばれてたよね。聞き間違いだろ。もしかしてそれで怒ってる？勘違い。その可能性があったから、私は直接ねねちゃんに聞いたの。先生と何かあったのって。そしたらベラベラ喋ってたよ。毎週水曜に家に来てるって。え？マジでひったたきそうになった。大地の行動は怪しいと思ってたけど、まさか自分の生徒の女子高生に手出してるとは思わなかったわ。ごめんなさい。許さないよ。どうすればいい？まずもう二度と会わないって言って。はい。それと理由つけて担当外れて。それできるのかな？できるかどうかじゃなくてやれよ。はい。10分後。ねね、俺のこと赤木先生に言った？え、なんで知ってんの？赤木先生から聞いた。誰にも言わないでって言ったのに。それは俺もねねに言ったよな。この前も注意したのに、なんで言っちゃうんだ。相談する相手がいなかった。相談するなって言ってんだよ。そんなに怒らなくてもいいじゃん。赤木先生、凛子は俺の彼女だよ。え？一番ダメな人に相談したんだよ、ねねは。嘘でしょ？本当だよ。さっき LINE で怒られたわ。もう二度と会うなって言われた。そんな。これ以上被害拡大したくないから、もう会わないでおこう。待って、もう私と会わないの？もともとそうするつもりだったけど、凛子に知られたからもう無理。今後は携帯もチェックされるし、家に行くことも絶対にできない。だからもう諦めてくれ。嫌だ。あと塾の担当も外れると思う。嫌だよ。ごめんな、さすがに無理だ。私こんなに好きなのに。ごめんね。私の方が可愛いんだよね。だったら私と付き合ってよ。ごめん、凛子を見捨てられない。私の方を選んでよ。こんなの納得できない。納得してくれなくてもいい。でも諦めてくれ。無理、嫌だ。もし選んでくれないなら、塾とか大学とか全部に言う。やめてくれ、そんなのはしない約束だろ。そんな約束した覚えない。私の処女奪っておいて、好きにさせておいて、
今さら彼女に戻るとか許せない。責任取るつもりがないなら無理やり責任取らせてやる。待ってくれ、冷静になって判断しよう。もしそんなことしたらネネにも被害がいくよ。私は覚悟の上だよ。それよりヤバいのは大事だよね。教え子の税金に手出したんだよ。塾は辞めさせられるし、大学でも定額になるんじゃない？そうなるかもしれないからやめてくれ。じゃあ私を彼女にして。赤木先生と付き合ってもメリットないよ。むしろ私を捨てるデメリットが大きいよ。ね、私と付き合うよね。ちょっと待ってくれ、一日だけ考えさせてくれ。わかった。一日経って連絡なかったら塾とか大学に通報するからね。はい。1時間後、凛子、今行けるか？何？ネネとは別れた？それがややこしいことになってて。はあ？別れたら塾と大学に通報するって言われた。未成年に手出してるから警察とかに持って行かれたら終わる。どうしよう。知らないよそんなの。自分で撒いた種だよね。それはそうなんだけど、別れない方向で話進めるしか。は？付き合い続けるの？だってそうしないと。じゃあ私とは別れるってこと？いや、俺は凛子のこと好きだから別れたくはない。じゃあ二股するってこと？そういうことになるのかな。私に聞いてどうするの？どうしよう。もういい、完全に冷めた。え？見損なったわ。浮気はするし解消もない。付き合い続ける理由はない。勝手に滅びたら。じゃあ別れるってこと？うん、それが望みなんでしょ。俺はまだ凛子のこと好きだけど、凛子が別れるって言うなら別れるしかないよな。ごめんな、こんな男で。キモ、無理。1時間後。ねね、別れた。凛子と別れた。え？だからねねと付き合えるよ。もともと別れたかったし、これでねねのこと一筋になれる。毎週水曜日はもちろんだけど、それ以外も会おう。会っていっぱいエッチしよう。嬉しい、大好き。不安にさせてごめんな、ねね。塾の担当は外れないよね。もちろん俺が担当するよ。でももう下の名前で呼ぶなよ。うん。あれで凛子にもバレたからな。ほんとごめん。でも赤木先生いるのは気まずいな。それなら心配ない。向こうも気まずいはずだし、女として負けたんだから塾とか辞めるんじゃないかな。あ、それありえるかも。だろ、すべてうまくいったわ。てか私たち付き合ったんだよね。うん。やった、人生初彼氏。俺も JK の彼氏になれるとか嬉しすぎ。大学の奴らに自慢したいわ。してして、私も友達とかに自慢する。それがダメなんだよ。そうだったねえ、会いたいな。明日会おうか。うん。よし、じゃあ行く。翌日。おい、凛子、塾と大学に通報したのお前か？うん、そうだよ。何してくれてんだよ。当たり前でしょ。なんで私だけ不幸にならなきゃダメなの？あんたもダメージ受けるべき。さっき塾から連絡あって、今からネネと行かないといけない。大学からは事情説明しろって言われた。まあどっちも辞めさせられるだろうね。頼む、塾は辞めさせられてもいい、大学は辞めてくれ。もう遅いよ。嘘だったって言ってくれ。無理。お願いします。無理だって。あんたと大学で顔合わせたくない。なるべく被らないようにする。もう迷惑はかけない。だから許してくれ。親になんて説明したらいい？未成年の JK に手出したって言えば？言えるわけないだろう。言えないことするなよ。助かると思った？野放しにするわけないだろう。私そこまで寛容じゃないから。時間はかかるかもしれないけど、ネネとは徐々に距離を空けるようにする。完全に別れたらやり直そう。だから大学だけは取り消してくれ。ふざけんなカス、お前の人生は終わらせてやる。そんな。くたばれロリコン野郎、私を裏切ったこと一生後悔しろ。後日談。こんばんは、大地です。この後塾はもちろん解雇になり、大学も退学になりました。定額になることを期待してましたが、凛子が SNS で大拡散して、それが大炎上してしまいました。ネットの誹謗中傷で大学に電話の嵐が舞い込んで、会えなく退学。ネネの両親にもこっぴどくお叱りを受け、強制的にネネとは別れることになりました。僕は21歳という若さで、職場、
大学、恋人と何もかも失ってしまいました。気軽に手を出してしまったあの時の自分に後悔です。今後どうやって生きていくかはまだ考え中です。続いては、人生初彼女ができた日に幼馴染に告白されたというお話です。やらない後悔よりやった後悔です。それではご覧ください。ケイタ、好きな人できた？いきなりなんだよ。幼馴染に対して冷たくない？幼馴染だからこそだよ。私だって女なんだよ。ちゃんと丁寧に扱って。うるさいって。小学校からずっと一緒で、今高校のクラスまで一緒なんだよ。そんな縁ある私に対してちょっとひどすぎるんじゃない？だからうるさいって。ゆうかと結婚するって言ってくれたの、あれは嘘だったの？おい、いい加減にしろ。そんな昔の話覚えてるか。今日どうしたんだ？なんでそんな突っかかってくるんだよ。なんかそういう気分。変な感じなるわ。で、好きな人できたでしょ？ほ？いるんでしょ？私の目はごまかせないよ。まあ、俺ももう高校生だし、好きな人くらいはいるよ。当てていい？は？東条七瀬さんでしょ。え？当たり？答える義務ない。じゃあ明日東条さんに言っちゃおう。おい、やめろ。じゃあ正直に答えなさい。普通に好きじゃなくても迷惑だろう。でも好きだと余計困るよね。どうなの、教えて。はい、好きですよ。やっぱり。なんでわかった？仕草だよ。いや、仕草って言っても俺東条さんと話したことはあんまないぞ。見てればわかるの。さすが幼馴染だな。で、どうなの、賞賛あるの？いや、厳しいだろうな。なんでそんな悲観的なの？喋ったことないし、東条さんって超絶美人じゃん。クラスでももちろんだけど、学年でも多分一番可愛いし、ライバルなんか腐るほどいる。俺なんか絶対無理だよ。そんなことないよ。ケイタって意外に女子に人気あるんだよ。意外に。無駄な強調やめろ。でも本当だよ。私よく言われるもん、ケイタ君と幼馴染が羨ましいって。マジかよ。その子紹介してくれよ。あれ、もう浮気？ああ、浮気しない、嘘です。俺は今東条さん一筋です。本当かな。なんとかして付き合えないかな。 LINE 聞いてみたら？てか、プラス LINE から友達追加したら？え、いきなり？うん、無言で追加したらキモくないか？そうかな。絶対印象悪いって。でも逆に考えてみてよ、東条さんに勝手に追加されたらケイタはどう思う？そんなの最高に決まってんだろ。でしょ？それは向こうも同じこと。 LINE 追加で無視されるくらいなら最初から脈なんてないと思わない？確かにね。だから今から送ってみよう。え、今から？善は急げだよ。私と違って東条さんはモテるよ。早くしないと取られちゃうよ。おう。ちゃんと報告してね。はいはい。10分後。東条さん、こんばんは。突然の LINE 追加ごめん。同じクラスの桑原啓太です。桑原くん、どうしたの、いきなり。あー、ごめん、いきなり好きだよね。え、好き？あ、違う違う、いきなりすぎたよねって怒ろうとして、いきなり好きだよねって間違えて送った。びっくりした。てか、俺のことわかる？わかるよ。本当？知らないわけないよ。同じクラスだし、野球部で頑張ってるし、去年の運動会とかで活躍してたイメージある。え、去年から知ってくれてたの？知らない人いないと思うよ。マジかよ。塾で他校の人も知ってたし、結構有名人だと思うよ。何それ、恥ずかしいわ。てか、有名人なら東条さんの方だよ。学校でも一番美人って言われてて、かなりモテてるよね。全然だよ。友達もあんまりいないし。え、そうなの？告白とか毎週されてるんだろ？告白というか、ストーカーはある。え、ガチのやつ？怖すぎ。美人も美人で大変だな。全然美人じゃないよ。東条さんが美人じゃないはしんどいって。学校ではナンバーワンって言われてるよ。そんなランキングあるの？男子だけでよくやってる。あ、そろそろ勉強戻るね。明日の朝テスト満点取る。おう、じゃあ俺もちょっとやろうかな。うん、お互い頑張ろう。1分後、東条さんに LINE してきた。
本当にしたの？どう、返信来なかった？いや、返信来た。というか、結構やりとりした。え？俺のことちゃんと認識してた。どういう風に？野球頑張ってるとか、去年の運動会で活躍してたとか。小学生なら好きになるやったね。足早いやつモテてたけど。でも帰ってきたんだね。最初に盛大な誤字したけどな。どういうこと？いきなりすぎたよねを、いきなり好きだよねって送った。やばいじゃん。相当なナルシストかましてしまった。確かに上からだね。しかも今見返してみたら、かなり気持ち悪いラインしてる。どういう？なんかやたら距離近いというか、初めてにしては距離縮めすぎた。あー、キモいと思われてるかも。そんなに不安なの？でもそれからも返してくれたから、とりあえず第一関門は突破したって感じ。ゆかの突然ライン作戦大成功だ。これからもアドバイス頼むわ。一応応援してあげる。あざす。じゃあちょっと勉強するわ。え、どうしたの急に？明日のテストで満点取るわ。はあ？翌日。こんばんは、東条さん。本当に満点取っててすごかった。桑原くんもあと1問だったね。そう、先生にカンニング疑われたわ。日頃の行いだね。うるせえ。てか俺ってどんなイメージ？なんだろう、北見さんと仲いいイメージ。え、優香と？幼馴染なんだよね。そうそう、小学生からずっと同じ。そうなんだ。そういうのってどんな感じなの？恋愛感情とかあるの？全くない。そうなの？でも北見さんって可愛いよね。確かに顔は可愛い方だと思うけど、兄弟とかの認識に近い。だから恋愛対象ではないんだよな。そうなんだね。うん、幼馴染も兄弟もいないから不思議な感覚。東條さんって一人っ子なの？だから大切に育てられすぎてる。箱入り娘感えぐいよな。やっぱりそう思う？お嬢様感が半端ない。嫌なんだよね。そうなの？勉強とか大切なのはわかるけど、私だって恋愛とかしたいし。え、彼氏いたことないの？やばいよね、もう高校2年生なのに。それを言われると俺もだ。そうなの？マジで彼女できない。でも言われてみるとそんな気がする。どういうこと？桑原くんは好きな人がいたとしても付き合うまでいかなさそう。友達止まりってこと？そうじゃないかな。じゃあ何？内緒。教えろよ。そろそろ勉強するね。スマホばっかり見てたらママに怒られちゃう。頑張って。また明日。試合頑張ってね。10分後。電話かけてきた。ごめん取れなくて。内容なんだった？ごめん、押し間違い。なんだそれ。東條さんと LINE してたの？なぜわかった？幼馴染を舐めるな。さすがすぎるわ。ってどんな内容？まあ普通だな。てか来週東條さんの誕生日なんだ。へえ、そうなんだ。なんで知ってんの？今日学校で話してたの聞いた。盗み聞き？キモいよ。おい、やめろ。で、プレゼントあげたいんだけど、何がいいかなって。私去年もらってません。あれ、あげてなかったっけ？私は毎年あげてるのにね。すみません。私のプレゼントも買うって言うなら、明日か明後日買いに行こうか。え、買い物付き合ってくれるの？でも私へのタンプレも買ってね。はいはい。でも野球の練習はあるよね。ああ、そうだな。土日どっちか練習なしの日ある？土曜が一日中試合だけど、日曜は練習昼過ぎまでだと思う。じゃあ夕方から集まってタンプレ買いに行く。オッケー。晩ご飯もどこかで食べたいな。そうしよう。せっかくだからいいところ行きたい。インスタで映えそうな店。出た、インスタ映え。探しとく。オッケーオッケー。土曜の試合も見に行こうかな。マジ？私暇だし。勝てるように頑張るわ。ただの練習試合だけど。私が行くと大体勝つもんね。確かにそうだな。でも土曜は東條さんも来るから、マジで頑張るわ。東條さんも来るの？今日学校で試合やるって話したら来てくれるらしいわ。じゃあなおさら勝たないとね。おう、頑張るわ。翌日。試合お疲れ様。ホームラン打ってたの生で初めて見た。桑原くんすごすぎ。
来てくれてありがとう。女神が来てくれたから勝てた。女神ってやめてよ。東条さんが来てるって野球部全員が騒いでたよ。え、そうなの？あ、てか本当にありがとう。勉強とかで忙しいと思うけど、また時間あるとき来てほしい。うん、ママには内緒できます。あざす。3時間後。試合お疲れ様。まさか本当に打つなんて、プロ野球選手なれるんじゃない？絶対に無理だわ。道場さん来てたね。うん、マジで可愛かった。明日の練習何時に終わりそう？正確な時間まではわからないから、終わったら連絡してもいい？うん、待ってる。翌日。今日はありがとう。お店可愛かったね。タンプレもありがとう。久々にお出かけしたね。お、ゆうかもありがとう。いいプレゼントチョイスできた。喜んでくれるといいね。そうなんだよな。インスタにタグ付けしておいたから、ちゃんと引用してね。インスタよくわからないわ。おじいちゃん。うるさい。翌週。東条さん、誕生日おめでとう。ね、ありがとう。覚えててくれたの？うん、もちろん。嬉しい。明日、些細なものなんだけど、タンプレ渡したいんだ。え、タンプレまで？うん。放課後時間あるかな？ある。じゃあ、よろしく。あの、今少しだけ電話できる？できるけど、どうして？誕生日迎えたからなんとなく。わかった。ママに見つかりそうになった。危ない。明日また続き話そう。うん、ありがとう。翌日。ゆうか、ありがとう。ん？何が？タンプレ無事に渡せた。なあ、そうなんだ。で、勢いに任せて告白したら、私、ケイタのことが好き。なんと、付き合いました。え？今更遅いのは分かってるし、無理なのは分かってる。でも、ケイタのこと好きなの。ゆうか、冗談かな？冗談じゃないよ。私ずっとケイタのこと好きだった。小学生の時からずっとだから、東条さんに取られたくない。ねえ、お願い。東条さんじゃなくて私と付き合って。お願いします。待ってくれ。冗談だよな。ううん。私はケイタが好き。ずっと幼馴染だったけど、私はずっと好きだったし、いつかは付き合って、いつかは結婚すると思ってた。だからお願いします。私と付き合ってください。俺は、今日東条さんと付き合った。誕生日プレゼントも渡したし、告白もして向こうも了承してくれた。今更なしにしてくださいとは言えないよ。やだ。確かに東条さんは可愛いよ。でも最近好きになったんでしょ？私はケイタのことずっと前から好きだった。本当は今すぐ別れてほしい。でもそこまで求めない。一週間くらいしてから別れて、その後私に告白してほしい。お願いします。ごめん。伝え方が悪かった。俺は東条さんのことが大好きだし、向こうに振られるまで別れるつもりもない。優香の気持ちには答えられない。納得できない。諦めきれない。お願いだから付き合わないで。私がどれだけ好きだったか、どれだけケイトを愛していたか。本当にごめん。気づいてなくて申し訳ない。謝罪とかいらない。ケイトの気持ちを聞かせてよ。さっきも言ったけど、優香とは付き合えない。それは東条さんがいるから。それもある。いなかったら付き合ってた？それはわからない。でも幼馴染って認識しかないから、付き合わなかった可能性の方が高い。どうすれば付き合える？もっと可愛くなったらいい？ゆうか、今電話できるか？うん。なんで切るの？ごめん。同じ話100回くらいして何も話進展しないから。だって諦めきれないもん。もっと声聞きたい。なんで出ないの？ごめん、今日はもう無理。1時間後。ケイタ、ありがとう。こちらこそ。プレゼント嬉しかった。それと付き合えて嬉しい。実はずっと気になってたの。え、そうなの？うん、でも声かけるの苦手だし、なかなかタイミングなかった。タイミングなんていくらでもあるよ。そんなことないよ。私、人見知りっていうのもあるけど、北見さんが横にいたから。え、優香が？うん、多分北見さん、ケイタのこと好きだよね。え、やっぱそう見えるの？うん、誰だってわかるよ。ケイタは幼馴染って思ってても、女子の目からしたら明らかに好きって分かってたし、
周りの女の子に牽制してた。マジか。先週の試合の翌日のインスタにもケイタと出かけてたストーリーあげてたし、私に警戒してるのかなって思った。マジか。私の勘違いかもしれないけどね。いや、それはあるかも。実はさっき優香から告白された。え？俺もびっくりした。七瀬と付き合った報告しようとしたら、その前に告白されたんだ。それどうしたの？もちろん断ったよ。でもなかなか諦めてくれなくて、何回説得しても同じこと言ってて。そうなんだね。実は俺が七瀬を好きなことも優香にはすぐにバレてたわ。私付き合ってもいいのかな？それは大丈夫。っていうか振られたら俺が辛い。本当？俺が好きなのは七瀬だから。嬉しい。正直私の方が歴は浅いかもだけど、好きな気持ちでは負けてないと思う。うん、嬉しいよ。これからもよろしくね。お、よろしく。翌日。夢だったの、ケイタとバージンロード歩くのが。でもあの女のせいで私とケイタの夢が砕かれた。ねえ、お願いします、私と付き合って。ユカ、昨日もそのこと話したけど、七瀬とは別れないし、ユカとは付き合えない。10年だよ、10年。こんなに長い間片思いしてて報われないなんて辛すぎる。せめてチャンスだけでも欲しい。もう付き合ったから無理です。ケイタ変わったね。前はもっと優しかったのに。あの女の影響だよね。ほんと消えればいいのに。おい優香、言っていいことと悪いことがあるぞ。何？もうわかんないよ。ケイタと付き合えるんなら私は何だってするよ。だからできないって。好き、大好き。お願いします、付き合って。ケイタの彼女になりたいの。数日後。優香、聞きたいことがある。何？別れた？違う。最近七瀬のインスタに誹謗中傷のメッセージが来ててさ。これ優香じゃないよな？違う、私そんなことしない。俺もそう信じたいんだけど、同じ端末から登録したら誰のかわかるみたいなんだよ。調べてもいい？なんで私に聞くの？本当に優香じゃない。違うって言ってるじゃん。実はもう調べた後なんだ。は？俺の友達に詳しいやつがいてさ、そいつにもう調べてもらってる。残念ながら優香だった。騙したの？騙すとかそんなんじゃない。騙したじゃん。優香に反省してほしいんだよ。私は被害者なの。ずっと好きだったケイタを取られてすごく悲しい気持ちなの。それはわかるけど、七瀬に暴言吐いたって俺が優香と付き合うことはないし、なんならどんどん嫌いになる。お願いだからやめてくれ。許せない、私が付き合う予定だったのに。1分後。七瀬ごめんな、怖い思いさせちゃって。ううん、もうアカウントも消したし SNS は怖いからやめとくね。うん、ごめんな。かばってくれてありがとう。俺は七瀬のこと絶対守るから。嬉しいよ、今日のこと絶対忘れないから。うん、これからも守っていくよ。あ、そっちじゃなくて。ん？あ、キスの方。うん、初めてだったから。俺もだわ、なんか照れすぎて覚えてない。え、そうなの？あ、これからもいっぱいしよう。うん、そうする。大好きだよ。うん、俺も。数日後。なんで無視するの？電話しても出ないし、話しかけても答えないし、私のこと嫌いになった？嫌いにならないわけないだろ。は？なんで？七瀬をあれだけ傷つけたんだ、俺がいつまでも仲良くするわけないだろ。だって悪いのは東条じゃん。あんなブスに騙されてさ、絶対私の方が可愛いもん。尽くすし愛してるし。頼むからもうやめてくれ。お願い、声聞きたい、絶対に付き合いたい。翌日。もう諦めた、ケイタの彼女になるの諦めた。そうか。でも諦める代わりに私の願い事一つ叶えてほしい。ん？何？私の初体験もらってほしい。はい？私まだ処女なんだ、誰ともエッチしたことなくて。でもチャンスがなかったわけじゃない、いろんな人に誘われたりとか、それこそ告白とかもされてた。でも全部断ってきた。それはケイタが好きだったから。初めての彼氏はケイタが良かったし、初体験もケイタが良かった。だから今まで何もなかった。女になるならケイタがいい、付き合えないとしてもせめて最初の男はケイタがいい。いいよね？ごめん、無理だ。え？
どう考えてもエッチはできないし、俺じゃない方が絶対に。やだ、キスもエッチも初体験はケータって決めてたの。お願いだからエッチして。無理だって。してくれたらもう何も言わないし、二人の仲を引き裂こうともしないし、身を引くつもりだからお願いします。そんな無責任なことはできない。今の方が無責任だよ。散々私に期待だけさせてさ、それで何もできませんって何？ありえないし納得できない。とにかく今から家に行くから。は？準備して待ってて。頼むから来るな。無理、行くもん。1分後。七瀬、緊急事態だ。どうしたの？優香が家突してくるかも。え？なんか狂気じみてたから怖い。多分冗談じゃなくて本当に来るかも。俺の両親とも顔なじみだし、多分平気で入ってくる。え、やば。てか何しに来るの？既成事実作りに来ると思う。え、何の？さっき LINE が来てて、少々奪ってほしいとか言ってたわ。え？どうしよう。母親を説得するにしても、なんて伝えたらいいか。私の家来る？え？とりあえず緊急避難ということで。でも、七瀬の家って。実はね、ママにケイタのことバレたの。え？私結構顔に出やすいタイプらしくて、彼氏できたのもすぐにバレてたみたい。成績落ちなかったらいいよって言われたし、写真見せたらママも好きな顔らしくて、会わせてほしいって言ってたくらい。だからうちは大歓迎だよ。早くしないと来ちゃうよ。そうだな。わかった、行くわ。はーい。10分後。ちょっとケータ、どこにいるの？なんで家にいないの？おばさんに聞いたら家飛び出してたって聞いたけど。七瀬の家にいる。はあ？もう諦めてくれ。幼馴染だから多少目をつむってたけど、さすがにもう限界だわ。優香のこと軽蔑する。さよなら優香。 LINE もブロックする。待って、ねえケータ、ごめんなさい。もうこんなことしないから。縁切るとかそんなことやめてよ。ねえってば、あの女に騙されないでよ。あんなの絶対悪い女だから。翌朝。おはよう北見さん、気持ちのいい朝だね。は？誰？あれ？遠く画面見たらわかるよね。私だよ、ケイタの彼女の東条七瀬だよ。何？マジで何のよ。無様だったね。ねえ、今どんな気持ち？大好きだったケイタを取られて、今どんな気持ちなの？お前だけは許さない。最後にこれだけ送っとくね。これ見て一人でしときな。私も初体験だったけど、ケイタも初体験でよかった。ケイタは優しくしてくれたよ。誰かさんのおかげで私は被害者になれたし、余計愛してくれた。ありがとう北見さん。それじゃあね。マジで、マジでお前だけは許さない。後日談。こんばんは、ケイタです。優香が俺の家に押しかけてきた日に、七瀬は家で泣いていました。本当に怖かったんだと思います。俺自身も相当怖かったです。ただ俺にも反省点はあると思います。優香の気持ちにもっと早く気づいていれば大事にはならなかったですし、何より七瀬への被害も少なくなったはず。そして優香の不登校も防げたはず。そうなんです、優香はこの日以来学校には来ませんでした。優香の親からは謝罪をされ、そのまま他県へ引っ越していきました。もう二度と連絡を取ることはないでしょう。続いてが最後となります。親友の彼氏を略奪した女がヤバすぎるというお話です。目には目を、歯には歯を、復讐には復讐を。それではご覧ください。りょうた、大ピンチ、助けてりょうた、お願い。ん？どうしたの、あやこ。もしかしてまた？うん、また終電逃した。またかよ。うん、やばい。もう酒飲まないって言ってたじゃん。そのつもりだった。守る気なかったもんな。そんなことない。まあ私も大学3年生の21歳だよ。さすがにもう大人になったよ。はいはい、同じ21歳とは思えないわ。ほんと、なんで私たち仲いいんだろうね。出席番号近くてゼミ同じだからな。マジレスやめて。で、今日はどこで飲んでるの？来てくれるの？行かないと帰れないんだろ。うん、ありがとう。りょうた噛みすぎ。りょうたがいるなら彼氏いらない。またその話かよ。うん、マジ
ちなみになんだけど、今日さ、リカも一緒なんだけど。うん、リカも送っていくよ。やばい、嬉しい。リカちょっと遠いけどいい？いいよ。イケメンすぎ。なんで桜咲いてんだよ。で、場所どこ？今、下北沢で飲んでるの。下北沢ね、オッケー。今すぐ出るから20分くらいで着く。はーい。ちなみにリョータはお腹いっぱい？小腹は空いてるけど。一緒に食べよう。え、いいのか？うん、リカもいいって言ってる。美人二人と食事できてラッキーだね。自分で言うのか？だって可愛いと思うでしょ？それは、思う。だよね。私とリカどっちが可愛い？どっちも可愛いと思う。選んで。あやこかな。やば、結婚しよう。相当酔ってるな。早く来て。はいはい。10分後。ごめん、今出れない。おお、すまん。今から何人かで飲むけど、どう？悪い。今車で迎えに行ってるんだ。え？また綾子？そう。お前ら付き合ってんの？いや、付き合ってはない。すっげえ仲いいよな。仲はいいな。早く付き合えよ。好きなんだろ、綾子のこと。まあ、好きだな。大好きだよね。大好きだな。くさ、まあ可愛いもんな。やばい、今から会うんだけどマジで毎回緊張してるわ。本当に大好きだな。ってことだからまたな。ごめんな、誘ってくれたのに。いやいや、全然大丈夫。早く付き合えよ。2時間後。りょうた、ありがとう。もうりょうたがいなかったら今頃途方に暮れてたよ。そんな大げさな。それにお金まで出してくれて感謝。いや、いいよ。俺もちょっとだけ食べたんだし。本当に優しいよね。彼女とか作らないでね。え？彼女作ったらその子に夢中になるでしょ。私がピンチの時とか構ってくれなくなる。まあ、そうなるかもな。だから彼女作らないでね。もしかして、いい人いたりする？いや、いないよ。あやここそ、いい人いないのか？いないかな。毎日 LINE してるのもりょうただけだし、彼氏いなくても楽しいし。なるほどな。やばい、眠たくなってきた。もう4時過ぎてんだもんな。おやすみ。もう変な飲み方すんなよ。うん、またお願いね。反省する気ねえじゃねえか。翌日。マサル、昨日はすまんかったな。大丈夫、気にすんな。で、どうだった？どうって何が？あやこに告白できたか？いや、できねえよ。そんな雰囲気じゃねえよ。向こうは今彼氏必要ないみたいだし。え、マジ？多分告白しても振られると思うし、それで関係性が崩れるなら俺は今のままがいいな。そう言われるとそうだな。それに今すごい楽しいし。でも距離は冷たいし、ベストは恋人になることだろ。それはそうだな。なるべく早くアクションした方が俺はいいと思うぞ。実はもう手遅れかもしれないけど、友達同士の関係性になったらいざ付き合うってないらしいから。そっか、そっちのリスクもあるのか。難しいな、恋愛って。そうそう、俺付き合ったことすらないからマジでどうしたらいいかわからん。まあ後悔しないようにな。の、ありがとう。数時間後。りょうた、昨日はありがとう。本当にごめんね、家まで送ってもらって。いやいや、全然いいよ。もう本当に気をつける。どうせ綾子に言われたんだろ。終電来たんだけどまだまだ飲もうって言われた。容易に想像がつくわ。彼氏にもちょっと怒られたし、本当に反省する。そっか、リカは純也と付き合ってたな。うん、もうすぐで3ヶ月になる。おめでとう。ありがとう。おめでとうで思い出したけど、来週綾子の誕生日だよ。あ、確かに。リョータって綾子のこと好きだよね。え？見てればわかるよ。やっぱり。うん、目がトロンとしてる。綾子は何考えてるかわからないけど、今いい人もいないらしいし、彼氏いらないとか言ってたけど絶対そんなことないはずだから、リョータから誕生日誘ってあげたら？あー、そうするか。断られたらどうしよう。絶対大丈夫だって。時には勇気も必要だよ。そうだよな。わかった、ちょっと誘ってみる。ありがとう、リカ。
頑張って。翌日、彩子、来週9日って何してる？何もしてないよ。あの、この日誕生日だよな。え、覚えててくれたの？当たり前だろ。で、一緒にお酒でもどうかなって。行く。もし、うん、祝ってくれて嬉しい。はあ、タンプレ期待してていい？早速要求してくんのかよ。だって誕生日だよ。分かったよ、用意するよ。やった。行きたいお店とかある？どうしよう、りょうたに任す。オッケー、じゃあ決まったら連絡する。一応聞くけど、何系がいい？肉、魚、中華、イタリアン。美味しいお肉が食べたい。オッケー、時間は？夜6時くらいかな。よっ。1時間後。リカ、ありがとう。何が？彩子と誕生日過ごせる。もう決まったの？うん。すごい。彩子がお肉食べたいって言ってて、どんなのがいいかな？焼肉、ステーキ、すき焼き？どれでも喜ぶと思う。まあ、そうか。基本何でも喜んで食べるし。オッケー、ありがとう。あと、プレゼントなんだけど、何渡したら喜んでくれるかな？それは難しいね。そうなんだよ、全く想像ついてなくて。当日告白する予定？流れ的にいけそうなら。プレゼントで勢いつくかもだし、結構本気のものでもいいかも。だよな。何か欲しがってたものある？ドライヤーとかは欲しがってた。実用品か。振られる可能性もあるから、それも考えなくちゃな。そうかな。だってネックレスとか渡された後に告白して断られたら雰囲気最悪だろ。確かにそれはそうかも。でも本当に欲しいものあげたいしな。私はその気持ちの方が嬉しいと思うよ。本当？じゃあドライヤーにするわ。どんなドライヤー欲しがってた？予算的にいけるならナノケアのやつがいいかも。なるほど。色とかは？ピンクが好きって言ってた。今探してみていいやつあった？おお、それちなみにいくら？ここに書いてるのは29,700円。高すぎ。困るかな。りょうたが大丈夫そうならいいかも。じゃあこれにする。これ渡して勇気出して告白する。絶対成功しなきゃだね。プレッシャーえぐい。絶対成功する。サンキュー。また終電逃したらお願いね。おい、お前もか。数日後。マサル、明日告白してくるわ。マジ？てか、えらい急だな。明日、彩子の誕生日でさ、二人で過ごすんだよ。大チャンスじゃん。うん、マジで手汗が止まらない。ちょっと考えただけで手震える。ずっと片思いだもんな。てか、誕生日に二人ってさ、もう付き合ってれば当然だろ。役割だと信じたい。頑張れよ。お、ありがとう。男になってくるわ。翌日。彩子、おはよう。今日よろしくな。店の場所とかわかるかな？ごめん、亮太。今日無理になった。え？せっかく予約してくれてたのに本当にごめんなさい。体調を崩したとか、大丈夫？ううん、そうじゃないの。実は昨日彼氏ができたの。え？前からずっといい感じになってて、昨日告白してくれたの。そんな人いたの？共有できてなくてごめんね。いや、うん。ちなみに、それ誰なの？りょうたも知ってる人だよ。じゅんやだよ。え、じゅんやってあのじゅんや？リカの彼氏のじゅんや？うん、正確にはリカの元彼。昨日からずっと一緒にいるんだけど、今日も一緒にいたいから。行けなくなったの、ごめんね。マジかよ。誕生日祝ってくれようとしてくれたのに、ドタキャンする形になってごめんね。いや、まあ、それはいいんだけど、なんでじゅんやなの？だってかっこよくない？いや、まあ、イケメンだけど、リカの彼氏だった男だよな。リカと彩子は親友だっただろ。リカには悪いと思ったけど、ちょっと前から気になってたし、純也の方から家来てほしいって言ってきたんだよ。なるほどな。ってことでごめんね。今から純也と約束あるから。うん。亮太は応援してくれるよね？え？私と純也の恋愛、応援してくれるよね？だって亮太は一番仲いい友達だもんね。そうだな。うん、ありがとう。1時間後。リカ、話聞いた。別れたって本当なのか？もう最悪すぎ。さっきからずっと泣いてる。
意味わかんない。なんで私が捨てられるの。ごめん、傷をえぐってしまって。うん、私こそごめん。亮太だって同じだよね。綾子のために店予約してタンプレまで買って用意して、それで彼氏できた報告されて当日ドタキャンでしょ。うん、マジでヤバすぎでしょ。よく私の心配なんかできるね。いや、正直俺も冷静じゃないよ。あれほど彼氏はいない、仲良くしてる男もいないって豪語してたのに、これはないわ。しかも親友だった女の彼氏を略奪って、いくら誘われたからってさすがにヤバすぎだろ。逆だよ。え、綾子が積極的に純也のこと誘ったの。そうなの。さっき綾子から来た LINE 見て。うん、1時間前。リカ、ごめんね。ん、綾子、何が。純也のこと。はい、純也がどうしたの。私ね、純也と付き合ったの。は？付き合ったのはさっきだけど、実は1ヶ月前から関係は持ってたの。え、何言ってんの。純也が不満があってたよ。リカとは全然気持ちよくないって。しかも私の方が可愛いって言うし、だから付き合ってもいいかな。まあ許可取る前に付き合ったけど。嘘だよね。試しに純也に電話したら、繋がらないけどね。え、なんで。ブロックさせた。ってことで純也は私のものになったからね。今までありがとう。待って、無理。返してよ、私の純也。見苦しいね。どうして、なんでこんなこと。応援してくれてたじゃん。私たち親友だったじゃん。私の前で自慢したよね。あれ超ムカついてたよ。え、それだけ。そうだよ。私よりブスな女が幸せそうにしてて、それで現実知らしめたかったの。所詮男は顔で決めるよって。そしたらコロッと言ったよ。ああ、人生楽勝だね。ブスって生きてるだけで罪だね。もういい、絶交する。私もそのつもりだよ。亮太には何で説明したの。はい。亮太はあんたに惚れてたよ。今日会う約束だよね。さっきブッチしたよ。ああ、亮太って優しいよね。でも男としての魅力はゼロ。今まではアッシーとして使ってたけど、もう完全に用済みになったからね。それはひどいよ。亮太は本当に好きだったよ。だから何。私は好きじゃなかった。これってただの片思いだよね。好きな気持ち利用してたよね。それのどこが悪いの。亮太も私に会える期間が増えるから執事みたいに来るんでしょ。これならお互いウィンウィンでしょ。てか、これをひどいなんて言ってるから大事な彼氏を奪われるんだよ。ってことでもういいかな。私は今日純也に祝ってもらうね。もうすぐで3ヶ月経ったのにね。私がいなかったら祝えたのにね。残念残念。ひどすぎるわ。てか俺も酷評されてるじゃん。そんな風に思われてたんだな。性格悪いどころの問題じゃない。辛い時に LINE してごめんな。うん、本当にお互い様だし、逆に連絡くれてよかった。ちょっとは発散できたし。今後どうするの。純也は諦めるの。諦めたくないって思ってたけど、あんなバカな女に騙されるんだから、私も見る目なかったと思って見切ることにする。そうか、諦めきれそう。正直まだ自信ない。でも頑張ってみる。うん、頑張って、お互いに。うん、リオだって本当に優しいね。絶対いい人見つかるよ。ありがとう、リカも絶対見つかる。うん。数時間後。どう、告白成功したか。アヤコと付き合えたか。振られたよ。え、マジ。てか告白すらしてない。はい。もっと言うとお祝いすらしてない。デートドタキャンされた。は、どういうこと。彼氏ができたんだとさ。俺もまさにその反応だった。全くの無警戒だったし、しかもその彼氏親友の男だからな。あ、わかる。買ったプレゼントも全部パーだ。クソすぎるな。ちなみに今日何してる。俺暇してるよ。焼肉食いたくない。予約してしまったから今日行かなかったらキャンセル料かかる。俺でいいのか。いいから誘ってる。じゃあ行こうか。ありがとう、リョータの失恋記念だな。あー、存分に笑ってくれ。1ヶ月後。
た、ピンチ。あ、綾子。また終電なくした。恵比寿まで迎えに来てほしい。バーで飲んでたらこんな時間に。ごめん、行けないわ。え、なんで？俺もお酒飲んじゃった。どれくらい？普通に飲みすぎない程度に。だったらいけるよ。ダメだよ。なんで？飲酒運転になっちゃうよ。安全運転してれば大丈夫だよ。そういう問題じゃないよ。じゃあ特別サービスしちゃう。特別サービス？今日エッチなことしてあげるよ。はい。私今かなり酔ってるから、この状態なら亮太とできるよ。早子、酔いすぎだ。終電がないならタクシーで帰ったら？なんでそんなに冷たいの？もしかして前のこと怒ってる？前のことって？誕生日ドタキャンしたやつ。いや、それは。怒ってるんだね。本当に小さい男だね。は？一回予定キャンセルされたからって、それで怒るかな？しかも、りょうたが、でしょ？それどういう意味？私とりょうたって不釣り合いじゃん。私は超可愛い女の子だけど、りょうたはちょっと冴えない男子だよね。終電なくなった私を車に乗せたことで自分は彼氏だと思っちゃったのかな。なんだよその言い方。だって実際私に惚れてたよね。私のこと好きだったよね。うん、まあそれは。だよね。付き合えると思って誕生日当日も誘ったんだよね。なんか私は悲しかったよ。なんで？この程度の男に行けると思われたとか、人生の汚点、黒歴史だよ。そこまで言う必要ある？自分で言うのもなんだけど、毎回車で迎えに行くのだってガソリン代駐車代かかってんだぞ。だから？俺がそれを一度でも請求したか？してないけど何？それに対して感謝はないのか？感謝はしてるよ。でも見返り求めてたよねって話。見返り？酔った私の体を舐め回すように見てた。見てないよ。いやいや、見られてる方はわかるから。それに自宅まで送ってあげたじゃなくて、送らせていただいたって思って。今日は特別に触らせてあげる。だから早くおいでって。もう言っても肩とかだけだけどね。私今彼氏いるし。でも肩でも満足でしょ。亮太は童貞だから。そんな風に思ってたのか。普通にショックだわ。確かに見返りはあったかもしれない。綾子のこと好きだったからそういう目で見てたかもしれない。でも不釣り合いとか思われてたんだな。俺の勘違いだったっていうのは俺の責任かもしれないけど、ただただショックだよ。意味不明。早く迎えに来て。今日はお酒飲んでるから行けないけど、明日以降は酒飲んでなくても行かない。はぁ？ごめんね、もう綾子の顔見たくない。ちょっと。おい、クソ童貞、来いよ。翌日。昨日はごめんなさい。本当に反省してる。相当酔ってた。思ってもないこと言った。本当にごめんなさい。おはよう。いやもういいよ。そもそも綾子は彼氏いるし、迎えに来てほしいなら純也に迎えに来てもらって。変に勘違いされても嫌だしね。違うの、ごめんなさい。ごめん、次の予定もあるし、これ以上 LINE したくない。ごめんなさい、本当にごめんなさい。1年後。亮太、久しぶり。ちょっと相談したいことがあるの。よかったら返事ください。あ、綾子な、帰ってきた。ブロックされてなかった。あ、うん。で、何かな。亮太はすごいね。何が？三菱商事から内定もらったんでしょ？うん。すごーい。あたし就活全然やってなくてさ、今すっごく困ってるの。エントリーシートの書き方とか面接の対策とか教えてほしいな。ごめん、それは厳しいかな。なんで？あ、もしかして心配してる？純也とはもう別れたよ。他の彼氏もいないし、遊んでる男の人もいないよ。ね、お互いにフリーなんだし、二人っきりで会うのに何も心配なことはないでしょ。俺、彼女いるよ。え？ってことだからもういいよね。二人っきりで会えないし、アドバイスは他の人に聞いて。待って待って、誰なの？いつから付き合ったの？ちょうど3ヶ月くらい前かな。誰？リカ、西川リカだよ。え、嘘でしょ。綾子の件で話し合うようになって、ずっと友達だったんだけど、ついに付き合うようになったんだ。そんな、
じゃあ私が付き合ってあげる。は？私の方が可愛いって言ってたよね。今ちょうどフリーだから私に乗り換えていいよ。乗り換えるわけないだろ。え？いつまでいい女気分なんだ。過去にあんな仕打ちしておいて、リカの彼氏略奪しておいて、よくまだそんな発言ができるな。リカがどれだけ苦しんでるのか。私の方が可愛いよね。そう言ってくれたよね。過去に確かにそう言った。でも今は全くそう思わない。それくらい彩子は醜いよ、心が。この際だから言うけど、お前のこと心から軽蔑してるよ。じゃあな、クソ女。もう連絡してくんなよ。待って。1分後。彩子、久しぶり。純也の次は亮太？え、何リカ。今亮太の横にいるの。さっきの LINE も全部見てた。嘘。悪いけど今回は渡さないよ。亮太がお金持ちになりそうだから手のひら返して連絡してきたんだね。本当に下水よね。違う、そうじゃなくて、本気で教えてもらおうとしてた。今さら見苦しいからやめて。あんたは私に負けたの。あんたにやり返したいってずっと思ってたけど、やっとできた。あんたみたいなクズ女には大学中退したお先真っ暗なクズが似合うよ。なんで純也の中退のこと知ってるの？まず私に来たからね。やり直したいって。はあ？もちろん即ブロックしたけどね。もうこの辺でいいよね。私は今から亮太と焼肉行くの。3ヶ月記念日を祝いに。じゃあね、クソ女。後日談。こんばんは、亮太です。この後 LINE ではなく別の SNS を使って彩子から告白をされました。本当はずっと好きだった。純也と付き合ったのは好奇心からだった。本当に好きなのは亮太だった。 99% 嘘つけって内容の DM でした。彩子は大学卒業までに内定をもらえず水商売を始めたと噂を聞きました。僕とリカは卒業後も付き合い続けて今も超ラブラブです。ちなみにマサルは卒業後も童貞を貫いてるそうです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。以上、長編シリーズでした。今後も定期的に総集編を更新していきます。今後どんな総集編が見たいか、コメント欄に書いていただけると助かります。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画で。